関小雪き関扉明治15年11月、東京九章座、洋州集演出。四代目、中村主官の大友黒主と二代目、小野枝賀の城の小町桜の姓。小形月光、日本下図絵小町桜の姓。関、小雪き関扉、通称、関の扉は、時わず節を呼びそれに合わせて演じられる歌舞伎舞踊の演目の一つ。 雪の降り積もる大阪の席では、不思議に、小町桜が咲いている。その傍らには、吉峰宗貞が陰性していたが、元の恋人、小野小町姫が通りかかり、その中を、関森の関衛が取り持とうとする。しかし関衛はどこか怪しい。小町姫はそれをお知らせに、とえっと走る。実は関衛こそは天下を狙う大友黒主であった。これまでその機会を伺っていたのだが、 星占いの結果今がその時と知る。早速、野望の成就祈願に使う、五巻とするため、小町桜を切り倒そうとする。ところが、その途端に五体が痺れて、身動きが取れない。するとそこに、隅染めと名乗る遊女が現れ、赤兵衛を口説き始める。しかし実は隅染めこそ、小町桜のせいであった。小町桜のせいは、形成隅染めとなって、 宗貞の弟である安定と相愛の中であったが、その安定を黒主に殺されており、その恨みを晴らすため人の姿となって現れたのである。やがて二人は、互いの正体を表し、激しく争うのだった。天命四年十一月、江戸切座で、十々人へ、小町桜の二番目大切に上演された。上演月の通り、顔見せ狂言で演じられた、諸佐寺である。 出演や作詞作曲などは以下の通り、時はずぶしの中では初期の作品だが上下2巻の対局で傑作との評価が高い。六河川の世界を舞台に、雪中に桜の咲く幻想的な場面で様々な踊りが表現される。曲は流行り歌やに上がり三下がり等を多彩な節を取り入れて変化に富み、聴くものを飽きさせない。振り付けは天命ぶりという、 大らかかつ邪奪なもので、歌舞伎舞踊の初期の姿を伝えている。上官の小町姫と赤兵衛の問答、さらに胸貞を入れての三人の、総踊り、下官の赤兵衛の星を見て、きっとなる形、墨染めとの狂話、そして互いの見表しから、最後の立ち回りと、様々な見せ場が続く。十々人へ、小町桜は、顔見せ狂言の常として、 再演はされなかったが、この二番目大切の所作時であった、席の扉だけはその後も演じられ、現在に伝わっている。なお、十々人へ、小町桜は、昭和62年4月3代目、市川猿之助一座で、明治座にて、復活上演された。史実の大友黒主、ありがとうございます。